3月22日、広島市中区の広島市健康づくりセンター健康科学館で、香りを楽しむ香道体験が行われました。香道とは、一種の作法のもとに香木を焚き、香りを鑑賞する伝統文化です。健康科学館では現在、目や耳、鼻に関する企画展をしていることから、今回、香りに注目した講座を行いました。健康科学館では、企画展、不思議センサー、目、耳、鼻の座像というテーマの企画展を開催しております。これは私たちの目や耳や鼻の仕組みや、そのいろんな不思議な感覚の体験についての展示の企画展になっております。本日の香りの講座は、花ということで、春のこの季節にもふさわしい香りの体験の講座ということで企画をいたしました。講師は広島市南区民文化センターで教室を持つ水風流師範の清水玲子さんです。衣服に焚き込めたり、お部屋を正常にするためにくゆらせたりして使ってたんですね。でそれぞれがそれ工夫をして、今光源氏が通られたっていうぐらい、それぞれの独特の香りっていうものを作ったりして、その平安貴族は遊んでたようなんですが、この日参加者は組香という香りの楽しみ方を体験しました。組香とは、複数の香木を和歌や物語の主題によって組み、香りを聞き当てる遊戯を言います。今回は順番に回ってきた4種類の香木を聞き、同じ香りが何番なのか、またすべて違う香りなのかを聞き当てました。番目が同じだったかというので、ここの植物になった感じ。2番目、2番目です。2番目と2番目と4番目、2番目と4番目が同じでした。何点って感じです。皆さんの答えが一覧表に記入されていきます。果たして正解は。本校四つ路1キャラでございます。だから1番と4番がジラカシが正解だったか。2番じゃないか、全然俺2と4 2と4が同じだと思う。うん、実は1と4が一緒。一緒、キャラとか羅刻とさすがは初めて。キャラはなんかお線香、人工とかつって書いてあるやつで書いた覚えはあるけど違ったかな。ちょっとお隣の方じゃないですけど、1番と2番の違いがなんかだんだん分からなくなってきて、もう最終的にはえいみたいな感じで、香に関しても興味はあったんですけど、なかなかその接する機会がなかったので参加させてもらいました。はい、もうとても楽しくって、初めての体験だったんですけれども、いろんな、ね、幅広い行動 の、 歴史というか、そういうことも分かってとても楽しめました。初めての方でも楽しめる行動、日常を離れ、雅な世界に浸った一日となったようです。